実は食後に炭酸水を飲むだけでダイエット効果を倍増させた絶対に飲むべき炭酸水紹介をします。食後すぐの炭酸水が勝手に痩せるって知ってますか？実は僕も120キロから痩せた時にこの飲み方で脂肪だけを的確に落とすことができたんです。ただ飲んでるけど痩せていないけどわかります。そんな方に朝昼夜ご飯の食後に飲むだけで勝手に痩せていくという具体的な炭酸水も紹介をしていきます。それではまず炭酸水の効果なんですが、炭酸ガスが胃の中で気泡化して胃がどんどん膨れていって、やがて満腹感を感じるようになります。この胃の満腹感は脳の満腹中枢を刺激してお腹いっぱいになったと勘違いさせるそうなんです。実際に2012年に発表された研究では、水と炭酸水を飲んでもらったところ、やっぱり炭酸水を飲んだ方がお腹いっぱいになったと感じるということが分かっているので、例えば食事を食べたんだけどまだお腹が空いていて何か食べたいなとか、甘いものが欲しいなとか、その時に食べ過ぎてしまうっていうことあるじゃないですか。なのでこんな時に食後の炭酸水を飲んでほしいんですね。そうすることによって食べ過ぎを阻止することができるんです。ですがこの時に大切なのは無糖の炭酸水であること。砂糖が含まれている炭酸水だと食欲がより上がってしまうということが分かっています。これはドーパミンが関係してくると言われているんですね。このドーパミンっていうのは脳から出るホルモンのことで、僕たちが気持ちいいなって感じたりとか、もっと欲しいなっていう風に感じる時に必要なホルモンなんですね。普段はプラスの役割があって、やる気を上げたりとか、運動をする時に汗をかいたりとか、代謝を上げてくれる働きがあるんですが、お酒を飲んだりタバコを吸ったりとか、甘いものを食べた時にこのドーパミンっていうのはドパドパ出て依存症を引き起こすという風に言われているんですね。だから食後に無糖の炭酸水を飲むことによってお腹いっぱいになったと感じることができて、その後の食べ過ぎを阻止することができるということなんですね。じゃあこの炭酸水、食事の前だったりとか食事中に飲むといけないのっていうところ気になりますよね。実は食前だったり食事中には炭酸水を飲んではいけない理由というのが存在するんです。まず食前の炭酸水がいけない理由は食欲が上がってしまうということなんです。いやでも満腹感を刺激するなら食事の前に炭酸水を飲んだ方がその後食べ過ぎないからいいんじゃないのって思うじゃないですか。ただこれは逆のことが体の中では起こってきて、炭酸水を飲むと血糖値が上がってしまうっていうことを知ってますか？これによって食欲が上がってしまって食べ過ぎてしまったり、無糖の炭酸水であっても太る原因になってしまうんですね。どうしてこういうことが起こるのかっていうと、炭酸水のシュワシュワっとした刺激があるじゃないですか。これによって満腹感が得られるんだけれども、血糖値も上がってしまうんですね。僕たちはこのような刺激を受けると体の中では運動をした時と同じようなアドレナリンというホルモンが出るんですね。これによって血糖値が上がってしまって、その後食べ過ぎてしまうっていうことがあるんです。例えばですね、普段の生活の中でもなんか別にストレスが溜まっているわけじゃないのに甘いものが欲しいなとか食べ過ぎてしまうんだよなっていう方のその食事の前の段階を見てみると、暑いから炭酸水をグビグビっと飲んでしまったりとか、食前にビールを飲んだりとか、そういう風になるとですね、食欲が上がってしまってその後食べ過ぎてしまうということが起こってくるんですね。だけどですね、やっぱ炭酸水美味しいから飲みたいわけじゃないですか。でその時に必要なのが冷たい炭酸水だとより血糖値を上げてしまうということが分かっているので、常温の強炭酸とか炭酸水であればそれほどこのような症状が出にくいとも言われていますから、それは自分の症状に合わせて食前に飲むかどうかを決めていただきたいんですが、デメリットを考えると食後の方がいいということなんですね。ではですね、食事中に飲んではいけない理由っていうのは消化不良を起こしてしまうんですね。これは炭酸水に限ったことではないんですが、食事中にお水だったりとか炭酸水たくさん飲んでしまうと胃酸を薄める可能性があって消化不良を起こしてしまう可能性があるんですね。僕たちは食べたものを消化吸収するために胃の中に食べたもの入るじゃないですか。この時には胃酸がたくさん出て消化していってですね、それを小腸とか大腸で吸収していくんですが、水たくさん飲んだりとかですね、炭酸水たくさん飲むとこの胃酸を薄める可能性があって消化不良のまま大腸だったり小腸を回ってしまうから便秘になってしまったりとか逆流性食道炎の原因になってしまうということもあるんですね。なので食事中に炭酸水を飲んでしまうとこのようなデメリットが起こってくるので、食事中にもし飲むとしたらお茶の方がおすすめなんだということなんですね。どうしてかっていうと、お茶の中に含まれるカテキンだったりがですね、より脂肪燃焼効果を助けてくれたりとか糖とか脂肪とか余分な栄養を体の外に排出するという役割があるので、やはりお茶を飲んでいった方がいいということなんですね。そんなお茶の中でもですね、僕は緑茶だったりとか玉露のお茶がおすすめだというふうに考えます。カテキンの量が増えてですね、このカテキンっていうのは実際にカテキンの摂取量が増えれば増えるほど脂肪燃焼効率が上がって12週間で最大 8% も体脂肪が減ったという研究もあるぐらいなんですね。だからこの食前、食事中、食後の飲料物を考えた時に、食後は炭酸水の方が食べ過ぎを阻止することができるし、食事中はお茶の方がいいということなんですね。じゃあ食事の前は何も取らない方がいいのかっていうと、そうでもなくて、食事前はですね、お水を飲んだ方がいいということが分かっています。実際にですね、食事前に 500ml のお水を1本飲むと、その後の食欲が抑えられたりとか、血糖値の急激な上昇を阻止することができたっていう研究があるぐらいなんですね。ただこの時に大切なのは、お水を一気に 500ml 飲むのではなくて、食事2時間前ぐらいからお水を少しずつ飲んで、このペットボトル1本分飲めるように飲んでおくと、胃酸の分泌っていうのが弱まることもなくて、お腹がいっぱいになったと感じやすくなって、その後の食べ過ぎを阻止することができるというふうに言われているので、食事前はお水、食事中はお茶、食後は炭酸水というふうに使い分けていただくと、より効果を発揮してくれるということなんです。ではですね、炭酸水っていろいろ種類が売られているわけじゃないですか。朝ごはんの後、昼ごはんの後、夜ごはんの後にこんな炭酸水を飲んだ方がよりダイエット効果が上がっていくよっていう、ご飯に合わせた炭酸水を紹介をしていきます。それではまず朝食後におすすめの炭酸水がウィルキンソン食物繊維入りの炭酸水です。ウィルキンソンって普通の強炭酸の赤いやつのイメージじゃないですか。あれでもいいんですが、このオレンジ色の炭酸水にはですね、食物繊維が入っているっていうところがミソなんですね。この朝食時に食物繊維を摂ることによってですね、腸内細菌が増殖して健康な腸内環境を維持することができるんですね。これをプレバイオティクスというふうに呼びます。腸内細菌は水溶性食物繊維を分解することによって短鎖脂肪酸っていうのを作り出すんですね。で、この短鎖脂肪酸っていうのは腸の健康状態を維持したりとか炎症を抑制するという効果があるんです。で、実際にですね、この水溶性食物繊維は体内時計の調節を行うことが動物実験にもよって明らかになっているんですね。特にですね、朝食にご飯と食物繊維を一緒に摂ることによってインスリン機能が上昇して、さらに交感神経が活性化することで体内時計を朝方に調節することができます。僕たちの体内時計は24時間よりもちょっと長いため、毎日ちょっとずつ遅れていくんですね。そんな時にですね、朝ごはんを食べる時に食物繊維も一緒に摂ることによって、この体内時計を調節して朝から代謝を上げてダイエット効果を倍増させていくことができるよということなんですね。で、実際にですね、高齢者を対象にした研究でも、夕食時よりも朝食時に食物繊維を1週間継続して摂ることによって1日を通して血糖値が低くなるということが分かっているんですね。よってですね、1日1回どこかのタイミングで食物繊維を摂れるとしたら、夕食やランチの時よりも朝食時の方が効果を得られる可能性があるということなんですね。なので朝ごはんの後にはですですね、ウィルキンソンの食物繊維入りの炭酸水飲んでみてください。最近ではスーパーでも売られているんですが、周りのスーパーにないよという方は Amazon で買えるリンク紹介してますから、ぜひチェックしてみてください。続いて、昼食後、ランチ後におすすめなのはアップルサイダーになります。キリンとファンケルが作られているものなんですが、中には難消化性デキストリンが含まれています。難消化性デキストリンは食事をした時の脂肪や糖の余分な吸収を抑えて、食事の後の血液中の中性脂肪が上昇するのを緩やかにしてくれるということが分かっているんですね。そのため、食事の時に卵消化性デキストリンを一緒に摂ることによって脂肪の吸収する効果を弱めたりとか、小腸での脂肪吸収効果を妨げながら脂肪の排出を促すということができるんですね。特にランチの時っていうのは食事を調節することが難しいじゃないですか。友達と外に出かけたりとかですね、仕事とか家事の合間にパパッと食べるっていうことが多いので、いろいろ食事を気をつけることが難しいということがあると思います。コンビニとかですね、スーパーで最近では難消化性デキストリンの炭酸水売られていますし、僕はですね、キリンとファンケルのアップルサイダーっていうのが好きなので飲むようにしてますから、ランチ後はですね、難消化性デキストリンが含まれているようなものを積極的に選んでいただくと、よりダイエット効果を高めてくれるんじゃないかなと思いますので、このようなものを選んでみてください。続いて、夜ご飯後におすすめなのがサンペレグリノ。微炭酸なので睡眠の質を上げて痩せることができるんですね。実際にですね、行われた研究だと、パソコン作業の合間に強炭酸、微炭酸、水3種類を飲んでもらってですね、前後の眠気がどういう風に変化するのかっていうのを調べてくれた研究があって、微炭酸と水では眠たくなったよっていうことが起こってきたんだけど、強炭酸では目が覚めたんだっていうことが分かっているんですね。なので、夜ご飯後とかこれから寝る前っていうのはですね、微炭酸を飲む方が睡眠の質が上がってくるよっていうことなんですね。実際にですね、ダイエットの時に食事とか運動を気をつけている人は多いんですが、睡眠不足によって体の中に蓄積したストレスや疲労っていうのは、太るだけではなく高血圧や動脈硬化を引き起こす原因となってくるんですね。実際に行われた研究でも、睡眠時間が5時間以下の人は7時間や8時間寝られている人に比べて、高血圧の発症リスクが2倍に増えるということが分かっています。これにはですね、除波睡眠が大切なんだということが分かっているんですね。この除波睡眠っていうのはですね、睡眠の一番前半の部分で、ここの部分がどれだけ深くなるかによって、よく寝られたとか、ストレスが解消できたとか、質の良い睡眠ができたというふうに体が感じることができるんですね。僕たちはこの寝ついた最初が一番深いっていうことが分かっていて、朝になるにつれてですね、ストレスホルモンが増えてきて目覚めるということができるんですが、睡眠時間がなかなか取れてなかったりとか、日中のストレスが高いと、この深い睡眠がもともと浅いから、ストレスホルモンがもともと高い状態なので、朝にならなくてもストレスホルモンが増えてきて目が覚める、また寝るんだけどストレスホルモンが出てまた目覚めるというふうに、夜間何度も目が覚めてしまったりとか、睡眠の質が浅くなることや夜間頻尿の原因になることもあるんですね。なので、この微炭酸を飲んでおくことによって、最初の除波睡眠をすごく深くしておくことによって、その後起きにくくなるということなんですね。ただですね、微炭酸を飲んでもなかなか睡眠の質が上がらないという方がいらっしゃいます。夜間低血糖になっています。この夜間低血糖っていうのは一体何なのかっていうと、僕たちは寝ている間に血糖値のコントロールをちゃんとしてくれているんですね。ただ、糖質制限をずっとしていたりとか、夜炭水化物を抜いてますという方は、血糖値が上がらないから寝られないということが起こってくるんですね。僕たちがこの除波睡眠を深くするときには、血糖値が上がっていくということが大切なんです。例えば考えてみると、糖質とか炭水化物のものをたくさん食べたときに、その時にもう気絶したように眠ってしまいますよね。これをうまく睡眠に使っていかないといけないんだっていうことなんですね。サンペレグリノで睡眠の質が上がるかどうか試してみて、それでも変わらないようなら、蜂蜜などを入れて少し糖質を上げることによってですね、睡眠の質が上がってきてダイエット効果を高めるということができますから、ぜひ試してしていただきたいんですね。ただこの時にですね、たくさん糖質を摂りすぎると、それは太る原因になりますから、ベッドタイムスナックというふうに言われていて、おにぎり半個分ぐらいの糖質だったりとか、蜂蜜であれば大さじ2杯程度というふうに言われていますから、これぐらいの糖質を摂るようにして、睡眠の質を上げていただけたらと思います。つまり、1日中を考えた時に炭酸水の種類で考えると、日中は強炭酸の方が眠気を覚ましてくれるし、寝る前では微炭酸を選んでいった方がいい。それに食前はお水を飲んで、食事中はお茶を飲んで、食後に炭酸水を飲むことによってうまく食欲をコントロールすることができるし、朝昼晩の食後に飲む炭酸水を種類別に考えていくことによってこの効果を発揮することができるということなんです。ただですね、この炭酸水を飲んでしまうと動脈硬化を加速してしまうよという炭酸水があるので、それについて紹介をしている動画や、寝る前に炭酸水に混ぜるといいものも紹介してますから、ぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた明日。バイバーイ。